ペルメルは、ロンドン中心部、シティオブ・ワイストミンスターのセント・ジェームズ地区にある通りで、ある。日本語では、パルマルなどの表記も見られる。通りは、セント・ジェームズ・ストリートと、トラファルガー広場をつないでおり、A4 道路の一部でもある。通りの名前は、17世紀に、地区で行われていた、旧義、ペルメルに由来するものである。地区は、チャールズ2世一世家に建てられ、 ロンドンの高級住宅街となった。18世紀には上流階級の買い物、また19世紀には紳士クラブで知られるようになった。21世紀でも現存するクラブとしては、リホームクラブ、アシーニアムクラブ、トラベラーズクラブなどが挙げられる。19世紀後半には戦争省がペルメルに本部を構えていたほか、王立自動車クラブ本部は1908年以来この通りに存在した。 ペルメルはセントジェームズ地区の東側を走る0.4マイルの通りでセントジェームズストリートからウォーターループレイスを横切りヘイマーケットへ至る。また東側に続くペルメルイーストの先にはトラファルガー広場があるほかセントジェームズストリートを北進するとピカデリーに行き当たる。通りの番地は北側の東端から西端にかけてまず振られ、 次に南側に移って西から東へと振られる。通りはセントラルロンドンから西へ走る主要道路 A4 道路の一部である。ロンドンバスの9番線はペルメルに沿って西へ走りトラファルガー広場とピカデリーやハイドパークコーナーをつないでいる。ペルメルは1661年にヘイマーケットから王宮セントジェームズ宮殿に至るやや南側にあった。 感染道路を掛け替えて作られた。史学的調査では、この場所には、サクソン人の時代から道があったと示唆されているが、最古の記録は、聖ジェームズ病院のハンセン病療養所に関係する12世紀のものである。16世紀に入り、ヘンリーパスイによって、セントジェームズパークが作られた時、道の南側に沿って、公園の境壁が建てられた。 1620年、スウミツインはミドルセックス州長官に対し壁に隣接して貧しい人々が建てていた多くの一時的家屋を一掃するよう命令した。クロッケーに似た球技であるペルメルは17世紀初頭にジェームズ一世によってイングランドにもたらされた。このゲームはフランススコットランドではすでに人気であり、ジェームズ一世の息子であるヘンリーや チャールズも楽しんでいたという。1630年には、ヘイマーケットの北側であるセントジェームズロードに、ロンドン初のペルメル競技場として、セントジェームズフィールドが完成した。イングランド王政復古と1660年5月29日の、チャールズ2世のロンドン帰還後、セントジェームズパークの南壁、ザ・マルの位置に、ペルメル競技場が建設された。 サミュエル・ピープスは1661年4月2日付の日記でセント・ジェームズ・パークに入り、ヨーク校がペルメルに教じていらっしゃるのを見た、スポーツというものを初めて見たと書き記している。新しい競技場は幹線道路を走る大型四輪馬車に巻き上げられ、壁を越して飛んでくるゴミに悩まされた。1661年7月には郵便ポストと鉄道が建てられ、 古い道は塞がれた。ペルメル競技場はとても細長い形で、狭い通りを意味するアリーとの名前でも知られており、古い道路はセントジェームズ宮殿東側のアプローチを移転させるにはうってつけだった。区内官だったダンオニール、公務局長官だったジョン・デンナムに対し、1423平方フィートの区画を道路整備に用いる許可が出た。この許可場にはセントジェームズ、 宮殿に至る新しい道建設に対する認可証と裏書きされている。新しい道は古いペルメル競技場の跡地を使い1661年9月に開通した。チャールズ2世の妻だったキャサリン・オブ・ブラガンザにちなみキャサリン・ストリートと名付けられたが人々の間ではペルメル・ストリートやオールド・ペルメルの名前で広く知られるようになった。ペルメル競技場は 人気の場所となり、ピープス自身も数度訪れたことを書き残している。1665年7月の日記で、ピープスは通り、競技について言及するのに、ペルメルというスペルを用いている。トーマス・ボールズ・エビュー・オブ・ストリート・ジェームスズ・パレス、ポール・モール・エトセトラ、1763年出版。右側に見えるのは、セント・ジェームズ宮殿のゲートハウス1662年。 ベルメルは1662年ストリートロンドンウェストミンスター法で即座に修繕されるか補装し直され、そうでなければ改良されるべき道の一つとされた。仕事を監督しに来た補装委員の中にはセントールバンズ伯爵ヘンリー・ジャーミンの姿もあった。法律の条項では委員たちに対し、築30年以上の建物には保証金を渡した上で、 幹線道路に食い込む建物を自由に取り壊す許可が与えられていた。リアルテニス場とペルメルとセントジェームズストリートの角にテニス場に隣接してあった続き家を取り壊す決定をし、1664年には王室賃貸地の所有者であるマーサ・バーカーにその旨が通達された。バーカーは当初230ポンドの保証金支払いを拒否したが、 邸宅は1679年までに取り壊された。通りは1662年から1667年の間に著しく発展した。1662年にセントオールバンズ伯爵は、以前セントジェームズフィールドの一部だった45エーカーの土地を借り受けた。また、セントジェームズスクエアやジャーミンストリート、チャールズストリート、セントオールバンズストリート、 キングストリートその他の通りを整備し、現在セントジェームズとして知られる地区の発展に努めた。通りは西側のセントジェームズ宮殿をはじめ、東側のホワイトホール宮殿や国会議事堂に便利な土地でもあり、スクエアの北側、西側はペルメルの北側地区と合わせて発展した。ペルメルとつながるスクエアの南側には当初家は建てられなかった。 伯爵は1663年遅くに王に対して新しい地区に住みたいと考えている人々はそのうち完全に自分のものになるという見通しがなければ家など建てないという嘆願書を提出した大倉卿だった第四代サウサンプトン伯爵トマス・リズリーの反対にあったものの王は1665年4月1日にセント・オールバンズ伯爵へセント・ジェームズ・スクエアの自由保有権を与え さらに、ペルメルの北側で、セント・ジェームズ・ストリートから、スクエアの東側までの地区の自由保有権も与えた。ペルメル北側の自由保有権は、その後私有地として数人に引き渡された。ペルメルとセント・ジェームズ・スクエアの周辺。リチャード・ハー・ウッドは1799年に、発行した地図より1676年、内視1677年に、 チャールズ2世からネルグウィンに貸しされた79番地を除き、王室は、通りの南側の自由保有権を維持した。続く数年にペルメルの南側に建てられた建物は、王室委員会が取り決めた、精密な設計と建築基準のおかげで、北側よりも壮麗なものになった。その後、大通りはやや北側に付け替えられ、急に家の裏側が大通りに面して、 ガーデニングの空間がなくなった家もあった。1664年、住人たちは古い道を庭に変える、請願書を提出し、受け入れられる。セントオルバンズ伯爵の財産受託者たちは、1665年4月から60年間の借地権を得て、辞書の大半を賃貸しできるようになった。旧幹線道路の他の区画は、建築用に貸し出された。当端は、 フィリップ・ウォリックに引き渡され、彼はここにウォリックハウスを建設した。またジョン・デンナムにも土地が与えられ、この区画はマールバラハウスの土地の一部となった。生誕の貸し出し区画には、セント・ジェームズ宮殿とセント・ジェームズ・ストリートの角に、あったテニス場の間の区画や、バーバラ・パーマーに貸し出され、クリーブランド・ロー8から12番地とストーノ・ウェイ、ハウスが作られた区画が含まれる。 18世紀ロンドンで活躍した出版社のアンドルー・ミラーはロバート・アダムが設計したペルメル34番地のタウンハウスに居住していた。少女ジ,ジダンスのボイデル、シェイクスピア・ギャラリーは1788年にペルメル52番地に建てられ1868年から1869年に取り壊された。この絵はブリティッシュ・インスティテューションが購入した後であり、 1851年の様子を描いている18世紀までに、ペルメルは商店と華麗な住宅で知られるようになった。ベンジャミン・ブリアミーなど、ブリアミー家は1765年から1854年まで68番地で時計製作を行った。ロバート・ドッーリーは52番地で本屋を営み、サミュエル・ジョンソンに辞書出版を進言したという。18世紀には、 作家や芸術家がペルメルに移り住むようになり、リチャード・コズウェイやトマス・ゲインズ・バラは80から82番地のションバーグハウスに住んでいた。1807年6月4日にフリードリッヒ・アルベルト・ビンサーがジョージ3世の誕生日を祝って実験点灯を行った後、通りはロンドンで初めてガス灯に照らされた場所の一つとなった。 高級的な照明設備は1820年に導入された。ペルメルの東端は1814年から1818 18年にかけて拡張され、北側の家並びはロイヤルオペラアーケードを作るため取り壊された。ペルメルは19世紀から20式諸島にかけて作られた多くの紳士クラブでも知られる。トラベラーズクラブは1819年創立で1822年に ペルメル49番地に移転した。106番地にある現在の建物は1823年にチャールズバリーが建設したものである。アッシーニアムクラブの名前はローマにハドリアヌステイが建てた大学アソニームに由来する。クラブは1830年にサマセットハウスの鹿島からペルメル107番地へ転居した。エントランスホールは デシマス・バートンが設計したものである。104.105番地にあるリフォームクラブは1836年にイギリスの旧神派が設立した。36から39番地のアーミーネイビークラブは1837年に作られた。この名前はイギリス海軍兵用のクラブとしてウェリントン校が提案したものである。他にもユナイテッドサービスクラブ、 オックスフォードケンブリッジクラブ、ロイヤルオートモバイルクラブなどが知られている。ペルメル100番地、1824年から1834年まで、ナショナルギャラリーが所在ペルメルは一時、ロンドンの一流芸術の中心地だった。1814年には、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツ、ナショナルギャラリー、クリスティーズのオークションハウスがすべてペルメルに集まっていた。 ペルメル南側の自由保有権は多くがクラウンエステートの所属である。セントジェームズ宮殿に加え、かつて王室の住居だった東側のマールバラハウスも庭園を通じてペルメル南側に面している。屋敷はマールバラ公爵夫人皿が建てたもので、提訴は1709年、また完成は1711年である。建物は1817年に、 王室の所領となり、後のジョージ5世は1865年にこの邸宅で生まれ、父エドワード7世の在位中はプリンス・オブ・ウェールズの住居としてこの建物を使用した。1959年には政府の所有となり、現在ではイギリス連邦事務局並びにイギリス連邦基金が入居している。摂政偶、カールトンハウスは1732年にフレデリック・ルイスが ペルメルトータンに建築したもので、後に未亡人のオーガスタ・オブ・サクス・ゴータが居住した。この邸宅では、1811年6月19日に、ジョージ4世の接生就任を祝って、舞踏会が開かれたが、王座についてからの彼は結局この家に居住することを選ばず、その後取り壊された。ジョン・ナッシュは、この場所に、1827年から1832年に、 かけて、カールトンハウステラスを建設した。ペルメルは、ロンドンで初めてガス島に照らされた通りの一つである。ペルメルには1855年から1906年まで、戦争省が所在し、ホワイトホールがイギリス政府中枢の勧誘として扱われるように、通りの名前も、シノニムとして扱われた。戦争省は、公爵の大邸宅だった。 カンバーランドハウスに拠点を置いた複合ビルに入居していた。その後、ホワイトホールへと移転している。通りには建築学的に重要な建物が2軒存在する。80から82番地のションバーグハウスは1698年に第3大ションバーグ公爵、メーナードションバーグによって建てられた後、1769年に3分割された。 東側の区画は1850年に取り壊されたが、1950年代半ばにオフィス用途で再建された。バッキンガムハウスはバッキンガムシャンドス港のロンドンでの邸宅だった。屋敷は1790年代にジョンソーによって再建され、1847年にバッキンガム港に売り払われたが、その後1908年にロイヤルオートモバイルクラブのため取り壊された。 経営者協会は1903年に創設され、1906年に直挙を得た。69.70番地にあったミッドランド銀行の支店はエドウィン・ラッチェンスが設計し、1922年から1927年にかけて建設された。70番地の再開発計画も提示されたが、実現不可能とわかり、 その後この視点は現在の建物に道を譲る形で取り壊されている。タバコ製造業のロスマンズは65番地にリチャード・ノーマンショーが手掛けた本社ビルを持ち、またフェリー会社の P&O ・ o、フェリーズの本社は79番地に所在する。作家のウィリアム・メイク・ピース作家連は1845年にダブリンへき、オコネルストリートをペルメルと比較している。 1870年には、ヘンリー・ B ・ホー・イートリーが、ラウンド・アバウト・ピケ・ディリー・アンド・ポール・モールを記し、通りや周辺地域の変化を記録している。オスカー・ワイルド作品集のイクリティック・イン・ポール・モール、Being Extracts from Rives and m i s r e n i t s は1919 19年に出版され、彼が1870年代から1890年代にかけて、 新聞や雑誌に掲載した随筆が収録されている。ペルメルはイギリス版のモノポリーでホワイトホールとノーサンバランドアベニューと同じライトパープルのマス目である。これらの通りはすべてトラファルガー広場につながっている。モノポリーのボードでは比較的安い土地の価格ではあるがロンドンの住宅価格高騰により現在ペルメルの小さなフラット一つでも100万ポンドで売られるように なっている。コナンドイルのシャーロック・ホームズシリーズには、ホームズの兄である、マイクロフトが会員である、架空の紳士クラブとして、ペルメルにある、ディオゲネスクラブが登場する。ギリシャ語通訳では、マイクロフトの家の上階に住む人物が、依頼人となり、マイクロフトもまた、ペルメルに住んでいることが示される。前略兄は数字に関しては非凡な才能があるので、ある官庁で、 会計検査の仕事を引き受けている。ペルメル街に住んでいて、毎朝、角を曲がって、ホワイトホール街へ歩いて行き、夕方、同じ道を帰ってくる。一年を通じて、これ以外に運動はやらないし、他には、どこへも出かけない。ただ一つの例外は、ディオゲネスクラブだが、これは、兄の家の真向かいにあるのだ。中略話をするうちにペルメル街へ出た。この通りを、 セント・ジェームズ街の街外れから歩いた。シャーロック・ホームズはカールトン・クラブの少し先の建物の前で立ち止まり、口をきかないようにと私に注意してから先に立って玄関へ入った。中略・ホームズはペルメール街に面した小さな部屋へ私を案内しておいて出て行ったが、やがて一見して彼の兄弟とわかる人物を連れて戻ってきた。アーサー・コナンドイル。 ギリシャ語通訳ブリティッシュアメリカンタバコ社が生産、販売するタバコのブランドの一つである、ポールモールは、この地名及び元となった球技に由来する。アメリカで1899年に販売が開始されたが、ポールモールはアメリカ風の発音であり、イギリスでは同商品をペルメルと発音する。ありがとうございます。